尼崎市の稲村和美市長は先ほど会見を開き、今年11月の市長選に立候補しないと明らかにしました。稲村市長は2010年、当時全国最年少の女性市長として38歳で初当選、3期12年にわたり市の財政再建などを進めてきましたが、今年で区切りがついたと退任を決意したということです。このまちづくり のステージのちょうど区切りというところと合わせても、ここがターニングだな。市長は去年の年末には退任の意向を周りに伝えていましたが、全市民の個人情報が入った USB メモリーの紛失問題に対応するため発表を延期していたということです。稲村市長は次期市長に前教育長の松本氏を後継者指名しています。